公演。それは劇団における主軸ともいえる年に一度の大舞台。そんな一大行事に向け、いよいよ稽古が始まるこの時期、劇団員がどのように過ごし、どのような準備をしているのか、そして稽古にかける思い、そんな様子に密着してみた。劇団の本公演の稽古初日を数日後に控えたこの日、柳瀬さんはとある場所にいた。お疲れ様です。渋谷に行きます。いつもバイト夜までなんで、ちょっと買い物とかなかなかできないんですけど、今日はちょっと次予定があって、それまでの間時間があるんで、渋谷行ってちょっとアイロンを買おうと思います。アイロンですね。普通の洋服のアイロンです。あ、じゃなくて普通に個人的に私物で、ちょっとシワシワの T シャツとか T シャツとかあんま着たくないなって、最近やっとこの年にして思い始めて、ちょっとアイロンそろそろ欲しいなって思ってたんで、ちょっといいタイミングなんで買いに行こうと思います。休みの時間を利用してプライベートで使うアイロンを買いに行くという柳瀬さんに、我々も同行させていただくことに。道中ちょっと遠回りしてクレープが食べたいと我々に提案する柳瀬さん。ちょっとした買い物にもアクセントを加え、より楽しむのが柳瀬さん流。いや、クレープ、子供の頃地元のお祭りで屋台出るじゃないですか。その時は毎回クレープ食べてて、田舎ってクレープ屋さんとかないんで、そういう時しか食べれないんですよ、クレープ。だから東京来てこうやってクレープ屋さんあるっていうのはまあまあなんか衝撃的で、でもなんだかんだ食べたことなくって、いつも、まあ、バイトにね、バイトに近いっていうので通りがかったりはすることよくあったんですけど、食べたことはなかったんで、ちょっと時間あるし寄り道ということで、原宿竹下通りでクレープを食べたいと思います。初めてのクレープと仲良くツーショット写真。26歳の等身大の女性を覗かせる姿もまた柳瀬さん流。そうですね、元気があれば、まあ、それこそ原宿とか出てきて買い物したりとかしますね。もう基本は気づいたら一日家にいることが多いんですけど、なんかできればなんか外出たいんですけど、まあ、結局だらだら家にいちゃうみたいなことがほとんどです。家ではもう一日 YouTube 見たりとか Netflix 見たりとか、あとはもうほとんど睡眠に費やしてます。好きな YouTuber、 最近ケビンズ・イングリッシュルームが、その一人ネイティブのだけど日本語 もバリバリ喋れるみたいな方いて、それプラスなんかマルチリンガルみたいないっぱい言語喋れる人と、あとなんか英語とかは全然喋れないけど普通にもう IQ140 ぐらいやって頭いいみたいな3人の人がやってる YouTube あるんですけど、めっちゃ面白くて、なんか平和すごい、なんか見ててなんかゆるくずっと見ちゃうみたいな。最初その英語の勉強のためにちょっと見始めてたんですけど、なんか気づいたら可愛いなと思って、アニメばっかりですね。キングダムとか
多分私の初っ端のモーニングルーティンで映ってたと思うんですけど、キングダムすごい好きです。あのスパイファミリーめっちゃ好きですね。スパイファミリーのアーニャが超可愛くて、はぁーって思いながら見てます。ね、こうちょっとね、こういう方です。どうです？スチーマーなんですけど、私アイロン買おうと思ってたんですけど、店員さんがすごい熱心に押してくださったんで、そんなにおっしゃるならきっと素晴らしいのかなと思って、あんまりよくわかんないんで、ちょっと店員さんのおっしゃるまま買ってみました。はい、ちょっと時間あるんで、まあブラブラして洋服とか見ながら過ごしたいと思います。普段は、まあ、中に着るやつとかだったら H&M とか、あとデニムとかも H&M 着ちゃうんですけど、あとは、まあ、原宿行くこと多いんで、まあ、ラフォーレだったりとか、あとザラも行ったりしますね。そのザラで結局あんまり T シャツぐらいしか買わないんですけど、見たりはします。これはラフォーレで買いました。ジーナシスってとこが好きなんで。いっぱい歩いたなって感じ。4日は今日は買わずに、はい、ブラブラ見て、そうですね、なんかこれから稽古ね、すぐ始まっちゃうんで、なかなかこういう時間も取れなくなってくると思うので、まあ最後の気分転換って感じですかね。そうですね、まだね、なんかざっくりとした富士山が関わってくるとか、なんかジャックが関わるとか、そういうのはまあ、チラシにも書いてある通りなんですけど、お話の内容とか全然わかんないんで、すっごい楽しみですね。あとは、この間八嶋さんが前回の回でおっしゃってくれてましたけど、なんかあのコインの話あったじゃないですか。まあそういう、ちょっとでも価値の高いコインになれたらなって思って、今回も頑張りたいと思います。そうですね。でもまあ最初の頃と比べるとだいぶやり方とかも分かってきて、まあ順序よくみたいなここはできたりはするんですけど、でもやっぱり、まあ、昼は稽古、帰ってからファーム作業みたいなことになってくるんで、まあ大変は大変ですよね。ただまあ終わった後の、まあ、物販部の終わったって感じを楽しみに頑張るしかないですね。はい、もう頑張って作るんで、半分じっくり読んでください。